アルタリアは、スペインの国営鉄道会社、レンフェの長距離列車。2001年6月10日から2020年6月22日にかけて運行されていた。ここでは、1993年から2007年にかけて運行されていた同様の列車、タルゴ200についても記述する。この列車は、1等車にあたる、プレフェレンテ車両、2等車にあたる、 ツーリスタ車両及びカフェテリア車両から構成されるタルゴ4、6、7客車とそれを牽引する機関車からなる。プレフェレンテ車両には食事時間帯の料理サービスがあり、これを含む車内ケータリングサービスは国際信頼社会社によって提供される。これらの客車には機関変更装置が設置されており、機関変更施設を通過することによって従来から スペイン国内で用いられているイベリア機関と高速線の標準機との間を直通運転し、高速線において時速 200km で走行して、都市間の時間短縮を図っている点が特徴。なお、牽引する機関車には両機関を直通するための装置が搭載されていないため、機関変更施設においてそれぞれのものに付け替えをが行われる。 スペイン初の高速鉄道路線である、マドリードセビージャ高速線が開通した1992年、同線のマドリードコレドバ間を経由し、マドリードマラガ間を従来と比べ、約2時間短縮して結ぶ、いわゆる新材直通の列車が登場した。この列車には、当時最も新しかった、機関変更装置付きのタルゴお及び6が導入されたが、列車名は、 従来のものと同様のタルゴペンデューラー、マドリード・マラガであった。その翌年の1993年、コルドバ・セビージャ間のマジャビケに新たな機関変更設備が設置され、マドリードとウェルバ及びカディスの間を高速線を経由して結ぶ新たな列車が登場した。これらも前年に登場したマドリード・マラガ間の列車と同様の車両を用いたが、これらの列車には新たに、 タルゴ200という列車名が与えられた。翌1994年には、マドリード・マラガ間の列車もタルゴ200に改名されている。前日の通り、新在直通運転によって、都市間の所要時間を大幅に短縮したタルゴ200は人気列車となり、特にマドリード・マラガ間の列車は一両あたりの長さが短いタルゴ客車ではあるものの、 三編成から四編成を連結した合計四十両、超えという長大な編成で運行される日も出現。九百九十九年には、マドリードとアルヘシラスの間においても運行が開始され、こちらにおいては従来と比べ所要時間が約三時間弱短縮された。二千一年に運行を開始したマドリード、アリカンテ間の新在直通列車は、従来のタルゴ二百とは異なり、 アルタリアと命名。それに合わせて、マドリード、ウエルバ、カディス及び、アルヘシラス間のタルゴ200もアルタリアへ改名された。2003年にマドリード・バルセロナ高速船のうち、マドリード・リエイダ間が開業すると、銅線を経由して、マドリードとバルセロナ、パンプローナ及びログローニョなど、同国北部、北東部、北西部の各都市を結ぶ。 タルゴ列車の多くが当列車に変更され、運行範囲が大きく広がったが、レンフェが上下分離、民営化した2005年秋に、シーフ製の機関可変電車である120系電車が登場し、翌2006年に、マドリード・バルセロナ間の列車は、カディス・マドリード・バルセロナを直通する列車を除いて、アルタリアから120系電車を使用する、アルビアに置き換えられ、さらに、 マドリード・バルセロナ高速船が全線開通した2008年に、それらはアベニューに置き換えられた。その後も高速新線が延伸されるとともに、運行区間の改変や、所要時間の短縮が進められ、コレドバ・マラガ高速船が開通した2007年には2001年、以降もタルゴ200の名称で運行されていた、マドリードとマラガ間の列車が全線を通して、 高速新線を経由するアベニューに変更となり、翌2008年からは、同国北部及び北東部へ向かう、各列車がタラゴナに設けられた、機関変更施設を使用することで、時間の短縮を図りつつ、機関車で客車を挟むことで、機関車の付け替えの手間を省くことが可能な130系を使用したアルビアに変更し、同時にバルセロナ起点の系統が全て、 マドリード起点の系統へ統合。これらの流れの中で、最終的にマドリードアルヘシラス間、マドリードムルシア、カルタヘナ間、マドリードグラナダ間の3系統がアルタリアとして存続することとなった。この後、しばらくの間は大きな変更はなく運行が続けられたが、2015年にアンテケーラグラナダ間の標準基線の建設工事により、 マドリード・グラナタ間の列車がアベニューと代行バスに置き換えられた。なお、2019年に工事が完了したことから、現在はアベニューによって運行されている。引き続き運行が続けられていたマドリード、アルヘ・シラス間及びマドリード・ムルシア、カルタ・ヘナ間の列車は、2020年6月に行われたレンフェの優等列車名の改変により、統一ブランドのレンフェインターシティに組み込まれ、 約20年間使用されたアルタリアの名前に別れを告げた。それ以降は、運行形態及び車両はそのまま、レンフェインターシティ、マドリード・アルヘジラス及びレンフェインターシティ・マドリード、ムルシア、カルタヘナとして運行を続けている。ありがとうございます。